サンディエゴは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡にある都市。同州では、ロサンゼルスに次いで人口が多く、アメリカ西海岸有数の世界都市。1542年、ポルトガル生まれのスペインの探検家のフアン・ロドリゲス、カブリージョあるいはジュアン・ルドリゲス・カブリールが、スペイン戦でロマ岬に到着し、この地を、サンミゲルと名付けた。 ヨーロッパ人として初めてサンディエゴに足を踏み入れたとされている。1602年植民地開拓に来たスペイン人のセバスティアン・ビスカイノは同年11月12日のサンディエゴであるからの祭りの日にサンミゲルからサンディエゴに町の名前を変更した。これ以来この年の名前となった。1769年フランシスコ海修道士のフニペロセラ神父が スペインの支配地であったメキシコからサンディエゴに入り、現在のオールドタウンと呼ばれている場所にカリフォルニアで初めての伝道所を建設した。この伝道所を中心にヨーロッパからの入植者たちにより、いくつかの集落ができた。オールドタウンをサンディエゴ発祥の地ということができる。米国戦争の結果、メキシコからアメリカに割譲され、1850年に、 アメリカが衆国カリフォルニア州となり2月18日にカリフォルニア州の最初の27軍の一つとして始まった。この頃のサンディエゴ軍の人口はおよそ3490人で798人の開拓者と2692人の現住アメリカ人という構成であった。また軍の範囲は現在のサンディエゴ軍はもとよりインペリアル軍 リバーサイド軍、サンベルナルディの軍及び引用軍の東側を含むおよそ4万平方マイルあった。ロマ岬の東大バルボアパークサンディエゴはファイタータウンと呼ばれ、映画トップガンの舞台になったように基地の街でもある。海軍や海兵隊の基地が数多くあり、アメリカ太平洋艦隊の基地が設置されている。そのせいかリベラルと言われるカリフォルニア州の中では、 保守的と言われている。もともとスペイン領、メキシコ領であったことから、サンディエゴという地名は元より、地名や通りの名前にもスペイン語に発するものが数多く見受けられる。国境を挟んだメキシコ側のティフアナへは、労働力の安さとアメリカへの輸送性の良さなどを求め、アメリカは元より、日本、韓国、台湾などの企業が工場を設立、駐在員とその家族が、 サンディエゴ側に生活している。2018年11月、中米からの移民ティアラバンがメキシコ側のティフアナに次々と到着。サンディエゴ側の国境検問所は越境を警戒して検問所前の車線を大きく制限するとともに新たに有志鉄線を張り巡らしたバリケードを設置した。基地の町としてアメリカ軍関係の企業が発展していたところへ、 現在ではクアルコムなどをはじめとする情報通信関連の企業やバイオ、製薬、医療機器の企業が集結し始めている。世界的に有名なスクリップス研究所、スクリップス海洋研究所、及びソーク研究所があり、またカリフォルニア大学サンディエゴ校やサンディエゴ州立大学などとの産学共同もその一翼を担っているといえ、このような学術研究機関で 多くの外国人が研究、留学している。年間を通じて、過ごしやすい、温暖気候、自然の豊かな地形、それらを活かした、レジャースポット、大都市としての利便性などの点に恵まれている。サンディエゴ米会場からのダウンタウンの眺めサンディエゴの、UK コロナドからの昼と夜でのサンディエゴの、ダウンタウンのスカイライン講義では、サンディエゴ市を中心にした4255、 平方マイルのサンディエゴ群を指す。市は以下の通り、エルカホン・サンディエゴはアメリカ最南西端の北緯32度46分46秒、成形117度8分47秒に位置している。西は太平洋、南はメキシコに面する。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積963.6平方キロメートルである。 このうち840.0平方キロメートルが陸地で123.5平方キロメートルが水地域である。総面積の12.82%が水地域となっている。欠片の気候区分ではステップ気候に属する。一般的に温暖な気候と言われており、夏は暑すぎず冬も寒すぎない。しかし、この傾向はサンディエゴ郡の一部である沿岸の気候を 表現しているに過ぎない。天気予報では概ね、沿岸、内陸、山岳、砂漠の4つに分けている。2010年現在の国勢調査で、この都市は人口130万7402人、45万691世帯、および27万1315家族が暮らしている。 人口密度は1456.4平方キロメートルである。559.1平方キロメートルの平均的な密度に46万9689件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人58.9%、アフリカン・アメリカン6.7%、先住民0.6%、アジア15.9%、 太平洋諸島計0.5%、その他の人種12.3%及び今月、根結5.1%である。人口の28.8%はヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は24.0%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が12.4%、25歳。 以上44歳以下が34.0%、45歳以上64歳以下が19.1%及び65歳以上が10.5%にわたっている。中央値年齢は32歳である。女性100人ごとに対して男性は101.7人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は100.4人である。 サンディエゴの世帯ごとの平均的な収入は45,733ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は53,060ベイドルである。男性は36,984ベイドルに、対して女性は31,076ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は23,609ベイドルである。人口の14.6%及び、 家族の10.6%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の20.0%及び65歳以上の7.6%は貧困線以下の生活を送っている。2012年12月時点でサンディエゴのホームレスの人数はアメリカ合衆国内で第3位である。1990年から2007年まで。 年間平均殺人件数は139人で、サンディエゴにおける犯罪率は下がり続けた。2004年には人口50万人以上の都市の中で全米6番目に犯罪率が低い都市であった。2002年から2006年にかけて全犯罪率は0.8%だけしか下がっていないが、暴力犯罪率は12.4%も下がった。 資産目的の犯罪が1.1%増加したことが理由の一つである。2007年は死において59人が殺害され、殺人率は上昇し、10万人につき4.7人が殺害された。犯罪率は2.1%上昇した。資産目的の犯罪の合計数は2004年における全米平均より少ない。2007年の不法侵入や窃盗。 自動車窃盗の発生率は全米平均より2倍以上高い。2010年には暴力犯罪が5616件、財産目的の犯罪が3753件、発生した。主な暴力犯罪は過激な強姦のほか、強盗が73件、過重暴行が170件であり、財産目的の犯罪は強盗が6387件、 東南が17,977件、車上嵐が6,389件、放火が155件等であった。ペトコパークラホヤビーチサンディエゴ国際空港が玄関口である。市内中心部までは車で10分程度、メキシコとの国境までは車で30分以内と交通の便が良いものの、市街地に近すぎる。 需要の増加にもかかわらず滑走路が一本しかないなどの問題があり、ここ数年、第二空港の建設、または近郊の軍用飛行場の転用などが検討されている。なお2012年12月より初の日本とを結ぶ直行便として、日本航空が成田国際空港との直行便をボーイング787型機にて就航させた。ロサンゼルス方面からは、 フリーウェイアイマイナス5、ロサンゼルス東部からは、フリーウェイアイマイナス15、アリゾナ方面からは、フリーウェイアイマイナス8を利用、ロサンゼルス国際空港からは、車で2時間程度、南部メキシコ国境からはアイマイナス5ないしはアイマイナス805を利用で15分程度である。アムトラックのサンタフェ駅があり、ロサンゼルスサンディエゴ間を結ぶ、パシフィックサーフライナーが頻繁に発着する。 市内にはサンディエゴトロリーと呼ばれる路面電車が数系統走っており、このうちブルーラインはメキシコ国境検問所前まで伸びている。このサンディエゴトロリーの最初の路線の開業は1981年に遡り、カナダのエドモントニア・カルガリーと並んで、北米における LRT の導入例としては最初期の部類に入る。2011年にはこれらのライトレール路線に加えて、 PCC カーで都心部を環状運転するシルバーラインが開業した。グレーハウンドのバスターミナルはサンディエゴトロリーのトゥエルフスインペリアル駅の近くに位置している。ロサンゼルスサンディエゴ間は毎時1本以上の頻度で便がある。また国境を越えてメキシコのティフアナへも頻繁に便がある。サンディエゴは シスター・シティーズ・インターナショナル・インクによって指定された16の姉妹都市を有している。全米国際姉妹都市協会加盟都市以下はその一部の例である。また、サセボ市とはサセ世保港とサンディエゴ港が姉妹港の提携を結んでいる。ありがとうございます。